さて、それでは今回は雑談会ということで、どれぐらい、なんか定期的にやってるつもりではいるんですけど、本当は決めた方がいいですね。8年経っていうことでもないんですけど、もうすぐでも丸8年になるのかな。6月1日で9年目、突入8周年なのかな。まあ長くやってきて、いろんな話をしたいんですよね。いろんな話のいろんなことを今回は話したくて、まずは作品作りが、まあいろいろちょっと新しいことをたくさん取り入れたここ数ヶ月で、まあ特にこの1ヶ月ぐらい急激に複製を覚えたりとか、シリコンの型を流し込んで、シリコンの型に流し込んでかな。あれ面白いですね。なんか魔法とか言われる、一部で言われてるらしいけど、その精度ってその元のコピーする素材の質次第で、どうでもええものを何本コピーできても仕方ないから、やっぱりその大元の造形力っていうのがすごく問われるし、こう自分の力が何倍にもなるような感じがしてね、複製っていうのはまたちょっとこれからさらにこう勉強していくところかなと、してみてよかったなってめっちゃ思ってるんですけど、まあ、複製を覚えた兼ね合いで、今まで紙とか、それから塩ビだったり、まあスカルピーかなもやってきましたけど、なかなかちょっとスカルピーの販売っていうのが難しいかなと思ってて、脆いんですよね。それがまあ今回、シリコン型に流し込むのはレジン、まあほぼプラスチックなので、強度もあるし防水性もあるし、というところで販売が一挙に近づいたんですよね。でそれどころか今まで触れることができなかったアクセサリーですね。あれはやっぱりすごく動くものやから、ちょっと僕の作るやり方だと厳しいかなってとこだったんですけど、まあ、レジンを使えばアクセサリーとしてもこう活動することができるし、ちょっと面白いかなと。で、これもう一個はちょっと現実的じゃないけど、ミニチュアをね、今回ちょっと勉強して、料理、ミニチュアはだいたいパンを作ります。ミニチュア作家はパンを作ります。皆さん覚えておいてください。パン作ってみて、パン、ケーキか、ケーキやらパンやらを作ります。やっぱりね、ならずるいジャンルですよね。なんかこう実在するものを作るのって、やっぱりその補完っていうのかな、思い出補正とかね、あの昔のポケモンやっても当時やってた人は面白いみたいな、ポケモンの例え良くなかったかな、誰がやっても面白いか。でもまあ多分見え方は違うと思うんですね。当時やってた人間からすると結構それがもう不思議だねに見えたりとか、もう今のポケモンやってる人からしたら当時のあのドット絵だとちょっと違和感あるかもしれないんですけどね。それが逆によく見えたりとか、完全に同じものに見えたりとか。レトロゲームなんかって、レトロゲーム配信をしてると、なんか、ゲームボーイとかだったら、これが、こう、水のステージ、これが山のステージとか、ちょうど今、モンスターレースやってるんですけど、雪のステージとか、モンスターレース1の時は白黒だったんで、もうドットの、こう、密度だけで、これが岩ステージだ、これが水ステージだって、言われてみたらちょっと波っぽいからそうかなって思うけど、でもそれが当時も、まあ今もそうですけど、その岩に見えるのよ。それはやっぱり当時そうやって見てきてたからそういう風に見えるわけで、だから食べ物系を扱うと見える。結構簡単。なんかそのことがね、いろいろ思うところはあって、まあ、とんでもなくうまい展示会がちょうどいいタイミングであったんです、ミニチュアの。で、それ見に行って、その時すごい感激したんですよ。うまいな、すごいなって、こんなうまい人たちが日本中にいるんだって、いろんなところから集まってきたものが展示されてたんですけど、でもその時に、これでも全部手作りやから、一旦ちょっと買うのやめようと思って、全然買える値段で売られてたんですけど、ちょっとこれ一度置いといてみようかなと思って、で、おもちゃ屋さん行ったんです、その流れで。シルバニアファミリー見に行ったんですよ。別に欲しいわけじゃないよ。どんな感じかなと思って。そうするとやっぱちょっと2段階、3段階グレードは下がるけど、同じくケーキやらパンやら売られてたんですよね。で、
保管が入るから補正が入るからどっち？あの結局2段階下でもパンはパンに見えるねん。で逆にもうとんでもなく似てるものを見てもうわすごいって思うけど絶対にケーキでもパンでもないからそれはレジンの塊やからそこまでなんですよね。なんかこう、なんかあすごいって思うけど多分あれ家に持って帰っておいたらあパンのミニチュアが目の前にあるねケーキのミニチュアが目の前にあるねで話が終わってしまうんですよ。でやっぱりその作家と名乗って活動してきてやっぱりそれを見た時になんかちょっとあったかい気持ちになったりとか何かこうね伝わるものがあったりするのが作品かなと思うところもあってやっぱこうミニチュアを突き詰めすぎるの一つの技術として学ぶことはいいけども突き詰めすぎるのは良くないなっていうふうに感じたのも最近のことかな。まあ1ヶ月ぐらいしかやらなかったですけど、でちょっと話こっから複雑化するっていうかいろんなことが同じとこに集約されていくんやけど、ストグラめっちゃハマってるんですよ。もう常にこの1年間ぐらい言い続けてますけどストグラハマってて、ストグラストリーマーグラセかな、いろんな人が配信してるのを見てて、まあ毎日コラボが行われてるような人気配信者の人たちがどんどんみんなで集まってそのゲーム内で会話してオープンワールドで喋ってるところを見てるとすごくこう楽しいんですね。あこの人ってこの人とこんな風に喋るんやとかで面白さがあってずっとまあ見てて、最近やっとちょっと離れれたんですけど、あのすごい好きな配信者さんが今度ストグラに参戦するっていうなんかことを言ってはんの見てなんかで、ね、ショックなんですよ。その配信者さんのことも好きやしストグラも好きやから結局見るし見たらハマるんやけど、でもあのやっぱりすごく見てる人やからその人単体の配信が見たいんですよね。他の人と雑談してる配信とかじゃなくて、でやっぱりそれは人それぞれの価値観やから、逆にこの自分の見てる配信者さんがいろんな人と喋ってるの見たいっていうのもあると思うし、それはまた違うと思うけど、なんとなくその第一印象としてはね、ストグラ参加しますみたいなの見た時に、参加せんとなんか個人配信もっとしてほしいなって思ったのが、一発目。まあ、またこれガラッと変わって今度はストグラやめないでってなるかもしれないけど、一旦そう思ったのが、第一印象やって、でこれはその人に対して僕が求めてる部分がそのオリジナルであるから、そのコラボじゃなくてオリジナルの部分を見たいっていうからだと思うんですけど、自分のやってることに置き換えると僕自身はめっちゃいろんなことやってるんですよ。そのそれこそレトロゲームに限って配信するとかポケモンスリープに限って配信するとかっていうことをせずにもう雑多にいろんなことをやってきて、もう人生そのものもそうですし、千番市でまあ一生食っていけたのに辞、めちゃって、しかも長いことおったのにね辞めちゃって、で YouTube の世界来て、で個人で作品販売するって言い出して、でやっぱりその時もいろいろこう意見は出たんですね、周りから出たし、で作品作りについてもね、結構最初の方は話したけど、紙、まあ、ケント紙とかペーパークラフトで、僕がやってたことっていうのは、多分もう国内屈指のことをやってたと思う。国内どころか、かなり珍しいことをね、20年以上前からやってたと思うんですよ。その突き詰めていった、あの時多分何かにすごく近づいた瞬間だったと思うし、だから、ね、テレビやら新聞やらネットやらいろんなところで紹介されたり日本中読んでもらったり、まあ人気造形作家だったと思うんですけど、ただあの頃 YouTube なかったからね、あったら俺ももうちょっとちゃうかったかもしれないけど、まあいろんな人がついてくれて応援してくれて、その友人とか先輩後輩職場に限らず学生時代の人たちもみんなね応援してくれた中で、作家活動をしてて、でそこで紙で突き詰めずに突然まあ塩ビだったりとか、スカルピーだったりとかっていうものを取り入れ出した。でそれはだから求めてるものじゃないし、その人の
強い部分じゃない、その僕がその配信者さんに求めるほど強いものではなくて、多分みんななんとなく、あ、その紙の作品次何作るか見たあったら見るのになぐらいで待ってくれてるところを、突然スカルピーだったりとかいろんなものをこう詰め込んだにし始めたっていうのは、あの、ある種そのせっかくそのまま押し切ったらよかったのにみたいな、ポケモンスリープでもそうですよね。ポケスリでもやっぱり未だにコメントくれる人がいるし、もう一時期なんかはね、ブロックばっかりせなあかんぐらい多かったのが、もう今となってはほとんど人が残らないのに、それでも配信続けてくださいねって言ってくれたり、あのプラギューバーサスなんかでもそうですね、長くやってきたけど結局やめてしまって、そんな中で、たまに投稿するとコメントくれる人がいたり、待ってくれてる人がいたりで、今回まあその作品色強めでここ最近はね、あの投稿を多くしたんですけど、そうするとやっぱり昔の友人だったりとか、あのお客さんだったりとか、そういった方たちも帰ってきてくれて、高評価をしてくれたり連絡くれたりとか、やっぱりこう自分がね、もう限りなく造形作家であることは常に言い続けてきたけど、でも撮ってる行動としてはね、やっぱりバラバラのことやってきてるから、だからまあ自分が抱いた感情が自分自身に置き換えた時に、俺全然バラバラやなって思ったんですよね。で、しかしやはりあのまま千番師だったら、僕はパワーディレクターの使い方も YouTube の見方も、多分 YouTube のアカウントの作り方もわからなかったかもしれないし、動画の編集だってサムネだって作れなかったし、で紙の作家としていたらアシュラを作ることはなかったし、で、アシュラーを作ってた時の勢いで作り続けたらまた違うどこかには行き着いたかもしれないけど、でもそのスカルピーを入れたことで、またこう何て言うのかな、塗装の知識がすごくついたし、そして今回この複製っていうところにたどり着いたし、これはまあなかなかその紙の作家だけでは行き着くことができなかったところ、違う景色をたくさん見れたから、これはね、何やろね何なんか分からんけど、どっとこのいろんなものを全部一つのツールとして考えて、これだって作品を作った時にきっと何かあるかなって、なんていうの、なんか自分がすごい天からなんか降ってくるとか、自分の作ったものはなんか人と違うみたいなのをもう常日頃から言う人おるけど、やっぱそういうのを作れないことはないと思う。人間誰でも死ぬ気になったら作れないことはないと思うけど、作家さんなんか日々作ってんねんから、全部が全部そんなに思いがこもってるもんじゃないと思うんですよね。でも技術練習もあるし、だからたくさんたくさん作っていく中で、やっぱりこの自分のこの心の巡りというか、時代との流れとも もちろんあるし、自分自身のその時の環境とか技術だったり、その時の脳の判断によって全てが噛み合った時にいいものが作れる、しかもその時にその噛み合わせるパーツの選択肢がたくさん増えたことは大きかったのかなと思ってて、ここでアクセサリーかとも思ってんねんけどね、なんかなんか全力を出すなら、それこそアシュラをもう一度作ればいいと思う。あれだけね、登録者数増えたのもアシュラのおかげやし、であの時と比べれば格段に今の方が技術は、技術知識はついているので、ただあくまでもあの時もあったけどね、技術も知識も、もう十分ベテランやったけど、もうほんまにでもいよいよなと思ってて、体もね、そんなおじいちゃんじゃないけど、やっぱ気をつけとかんと何が起きるか分かれへんっていうのは自分の人生でたくさん周りを見てきてね、感じてるところなんで、本当に五体満足で超大作に挑戦するっていうタイミングっていうのは、やはりまたどこかで欲しいんだけども、どうしようかなって、販売はねやりたいですね。もう少しこう、ただそこの空気の読み方ね、自分自身はすごい力入れたと思ってても、やっぱり結果が出てなかったりっていうのもある、結果が出なかったりっていうのもあると思うから、ミーネで刺さるかどうかとか、メルカリで刺さるかどうか、ツイッターで刺さるかどうかっていうところもあるんで、TikTok でめっちゃ刺さってん。で、それは、あれね、ミニチュア。やっぱすげえなって思った。ケーキ作ったら、
高評価してもらったり登録者増えたりして、でそこから今僕ずっとね、諦めの悪い僕らっていうタイトルで、にしようかなと思ってここ最近ずっと作ってたんですけど、もともとギャングのキャラクターね、王様がギャングになった、キングって紙袋をかぶってるバットを持った王様なんですけど、あれをやりだしたら一気にもう視聴数も高評価も減ったね、激減したねあやっぱりミニチュアなんやなって思って、だからまあ販売ベースになった時に結局注目したり相当にかからなければ意味がないから、そういう意味ではそこもね狙っていけるようにね、こういうこともできる、ああいうこともできるっていうものづくりはしたいなって、その全面的に造形の王様っていう作品ではなくて、限りなくその再現度の高い作品商品であり、その中にそのやっぱり造形の王様が作ったものだねっていうのが伝わるようなもの、難しいことを考えてるわけじゃないんですよ、なんとなくどっちかっていうとできる限り商品に近づけたり、あ手作り作家さんですねみたいな、あれめっちゃ減ってんねんて、手作りのイベントも一時期気が狂ったかのように、なんかもういきなり話飛ぶけど、果物がなんか傷物の方が売れた時代があったんですよ。そのちょっとなんか傷が入ったリンゴセットでいくらで売りますみたいなブームがあって、むしろその皿の傷の入ってないリンゴよりもその傷物の方がめちゃめちゃ売れた時があって、一時期傷つけてたっていう話を聞いたことがあるんですよ。その方が売れるから値引きして、それでも利益率的には計算したらええからって聞いたことあるんやけど、ハンドメイドもさ、どないなってんねんっていうか、ハンドメイドと名がつけば傷ついてるっていうだけで売れてたのと一緒で、傷んでますで売れたのと一緒で、ハンドメイドですっていうだけで異常に売れたここ数年ですよね。コロナ前まで手作りイベントといえばもう怖いぐらい、なんか子供の時に行った市場ぐらいのなんか密集、もう手離してはぐれたら終わりやみたいな感じの、あの人気がもう過ぎ去ったらしいんですよ。今はもう全然閑散としてるらしくて、やっぱりその手作りというものにみんな飽き飽きしてきてるところがあって、で僕はもともと製造の仕事をしてたから手作り好きじゃないんですよね。いかにそのちゃんと正確に作ってくれてるかが好きやから、とはいえ手作り作家なんで、まあできる限りその商品に見える、商品に見えるっていうのは僕の中では高い意味ね、その高級感とかちゃんとしてるもの、きっちりしてるものっていうのが商品、それ以下が手作り作品、ハンドメイドだと思ってるので、もちろん別格はおるで、ほんま日本に1人とか2人おる、それは見せてもらったことあるけど、その人たちの作品は世に出ない、びっくりするぐらい世に出ない。この間久しぶりに数年ぶりに専門店が一角にできて、その中のショーケースのほんまに1個だけやったわ。ほんまどういうかな、こんなにないの、生で見れないものなのっていうぐらい、ハンドメイド作、本当のハンドメイド作家のものっていうのはもう全然その取材もまともに受けられへんし、手に入らないし、目につくこともない。だからやっぱでもハンドメイド作家って大多数刺されてるハンドメイド作家というのは 99.9% まで手作りの主婦ですよね。でまあもちろんそこに専門学校出てなんじゃかんじゃでってあまり意味ないと思うんですね。学校の先生自体がそもそも行き場がない人がやる仕事だと僕は思ってるので、だからその人から学んだ人たちなので、やっぱり独学の方が圧倒的に強いかなと思うけど、昔言いましたよね、なんか独学でオリンピック出てきたやついましたよね、体操かなんかでね、一番上手かったんちゃうかな、なんか面白かったですけど、まあその後すごい出てたか、でもこうハンドメイドながらそうじゃなく見えるようなものも作りにしていきたいかなと、もし販売するのであればね、そういう準備はしていきたいな。でまあ自分自身のここやって発信するものはやっぱたくさんの人を裏切りながらやってきてるわけですよ。チャンネルとしてももちろんね、応援してくれてる人たちも結局さ、そのサービス終了になっていくから、アプリゲームとかはね、だからまあそもそもその何々勢みたいな人たちはいなくなっていくんやけど、でもまあね、いろんな人たちに高評価をしてもらったりコメントもらいながらやってきて、で作家活動としてはもっとね、もっと桁違いの数の人たちに
いろいろ言ってもらいながら、それでもまあ作らないじゃない、作るのは作んねん、売らないし、表に出さないっていうことをずっと続けてきてて、まあ久々にこう販売 にね向けて動き始めてるところなので、うん、いいものを作って、そしてまあこの古くから見てくれてる人が、あ、今までのこのいろんなこと続かしてきたのが必要だったんだなって思ってもらえるものづくり、そのでも着地点がもともと数万円以上で僕の作品は売られてたものが、今度複製を学んだから今度は逆にガクンって値が下がるんですよね。ガクンって下がるっても、俺この間試したけど、え、何時間やったんやろ、もう十数時間一日で作業で、2日間やからまあなんぼ30時間以上はかかって、複製ね、5個作れた作品の数がね、これをどこ、コース1万円として考えたとしたら、まあ材料費とか全部なしでね考えたとして、2000円ぐらいになるんかなとかで考えても、いやきついよね、2000円ちゃうか、30時間でもっと上がるんかなんですけど、でもそこをあえて下げたいねんな。なんかこいつマジで何やってんやろうっていうところに行ってみるのも面白いのかな。まあちょっとここもまだ考えどころですね。逆にガンって上げてもそれはそれで勝負かもしれないけど、もともとなんかちょっとそういう、なんていうのかな、周りの人とは違うところで活動してた作家ではいたんですよね。そのもともとは高かったの、私の作品高いんです。だからまあそこがね、どういう形に落ち着くのか、自分なりの答えを、まあこれが答えですじゃなくて、どんどんたくさんやっていきながら行き着いていくものかもしれないですけどね。まああれもちょっと、そうね、ストグラーのやつはショックやったな。まあ見るんですけど、だから僕自身、あとやっぱ悔しさで言うと、じゃあ自分自身の強みはまあもちろん造形があるけど、その動画としてはね、ないんですよ。もちろんポケモンスリープとかプロ野球バーサスとか、あともう一つ、リリンクとかはすごい桁数の視聴回数が出たりしたことがあるけど、でもまあ作品のアシュラを上回ることはないし、で、それを待ってますって言ってもらえるほどの配信者ではないんですね。それほどのクオリティの動画をそもそも作れたことがない。もうやっぱりダラダラ垂れ流してしまってる状態。それは、なんていうんかな、まあ、あくまでもその人のを見て始めたのが YouTube だったので、造形は自分で始めたけど、だからこうみんながワイワイやって喋ってんのが楽しそうやなと思って始めてるから、自分自身もやっぱり配信するってなった時にこうわわわわ喋って終わりとかになるから、そこにね、こう動画、面白い動画作りました、見てね、楽しんでねっていうところまでできてない、撮影して見れる形にすんのがやっとみたいな。だからまあそこがね、いやもう個人配信して、レトロゲーム配信してとか、ライブ配信してとか言ってもらえるような配信者としてね、その造形作家でもあり、やっぱり配信も、好きでも8年もやってきてますから、両方がねできるようなところに行けたらなと。ちょっと大変、まだもうちょっと大変やねんけど、しばらく僕、年内ぐらいはごたごたするけど、まあピーク時のね、自分がどこにおんのかわからんぐらい忙しかった、もうな、あの介護みたいな時と比べたらだいぶ余裕が出てきたから、だからこそこれだけ1ヶ月に詰め込めたとは思うんですけど、まあ自分なりのね形をいくつか出せたらなと。あとね、アンケートみんなありがとうございました。結構作品系のアンケートは答えてくれないんですけど、今回いろんな人が答えてくれて面白かったですね。何作るのかわからんかって、ブレスレットだけはないと思ってたんやけど、まさかのブレスレットになってしまって、ちょっと朝からどうしようと思ってたんですけど、ブレスレットがいいって言った人が10人ぐらいだったんですけど、ブレスレットって何っていう質問に対しては50人以上の人が回答してくれたということで、50人ぐらいやったっけ、ちょっとびっくりしたけど、ちょっと意見一瞬分かれたけど、今日なんか教えてくれてましたけどね、名前忘れたな。ブレスレットというのはあくまでやっぱあの鎖のやつらしいね。なのでまあちょっとその辺も自分の作品と合わせて作品になるのなんていうのかな、まあなんか落としどころがあればそれもまた考えてもいいかなと思うんですけどね。
なんかダラダラ喋ってしまったけども、そんなところで、いろんなことをいっぱいやってきたけど、それがまた一つこう形になってきたし、それをする、日が近づいてきてるのかなと思うので、 TikTok 回らなくなったけども、Twitter もとうに回らないし、 Facebook は誰も見えへんから腹立ってやめたし、もう何もかもやめてしまいましたけど、でもまたね、ちょっとアピールはどんどんしていきながら、魅力のある作品、面白い作品、そしてまあね、このずっとコアな配信者になってますけど、作品に関してはぶっちぎりボンって前に出る可能性はね、過去にも何度か出てますよね。あの突然 YouTube ショートがドカンと伸びたりとかってことがあったけど、まあちょっとその辺も、自分なりにね、こんな作家さんおんねやって、見に来てもらうとこまでは頑張ろう、見に来てみて、なんでなんか女性の声に変換してわけわからんゲームの配信してんねんってなって去っていくのがいつものことやけど、まあまあちょっと、作品としてもね、魅力のあるものを作り、そしてゲームとしても、まああんまちょっと散らずにね、これっていうものをやっていけたらなと思うので、そのとこか、雑談、長くなったかもしれないですけども、ぜひね、マジで最近誰も高評価押してくれへんけど、いいものをね、押してもらえる配信者になれるように頑張っていきたいなと思っております。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など、人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの